おはようございます。本日はですね、久々に今から梅田に行って、ノースフェイスを回りたいなと思います。で、なぜノースフェイス行くかっていうと、まあ、今日がですね、4月の23日なんですけど、4月の23日っていうのは、実は一世一代の日でして、人生初のジムを今日から通うっていうことになってるんですけど、まあ、ジム通うにあたって、やっぱり一番問題になってくるっていうのが、やっぱりモチベーションやと思うんですよ。なんでまあできればモチベーションを高く保つためにはどうすればいいかっていうと、まあ、簡単で新しい服を買えばいいっていうところで、まあ、そのために今から梅田に行って、まあ、ジム用の服を買いに行こうかなとは思ってるんですけど、まあ、大体目星のは何個かあるんですけど、まあ、今日は珍しくノースフェイスどうせ行くんやったら、ルクアイイレ店と、グランフロントとであと阪急ちょっと3店舗回るかなと思ってるんですけど、まあ、途中で元気がなくなったら、どこ1店舗しか回らず帰ってくるかもしれないんですけど、まあ、とりあえず今のところは3店舗回るかなと思ってます。ですが、服だけ回っててもあれなんで、一番最初に、まず寿司を食べに行きたいなと思います。嫁ゾーンには内緒にしてるので、まあ、この今動画見てもらって、寿司行ったことがバレるんですけど、まあ、ちょっとこっそり一人で立ち食い寿司に行きたいなと思います。では、そこに行きましょう。まずお寿司です。レッツゴー。はい、それでは梅田着きました。ですね、さっき友達から、LINE 入って、なんか5月の3日に、5月2日かな、なんか野球するから、なんか来てって言われて、僕もう15年くらいボール投げてないんで、まあ、ちょうど今日からジムがですね、始まるっていうところで、あ、このためにジムが行くんやなという感じで、本格的にやっていかなきゃダメなんですけど、まあ、15年のブランクを、まあ、まさか、10日ぐらいで埋めやなあかんということで、まあ多分埋めれないでしょうけど、まあ頑張れるだけ頑張りたいなというラインがさっき入りました。ビューテルマにお寿司屋さんに到着ですね。あ、やってるやってる。いや、それでは行ってきました。めちゃくちゃうまかったですね。安いしうまいし。で、今が2時なんですけど、今日がですね6時からジムなんで、5時には帰らんとダメなんで、もうあと2時間ぐらいしか多分うろちょろできないんで、気がついたら急がなあかんっていう感じなんで、今からまず阪急のノースフェイスに行って、その後グランフロントでルクアっていう流れで、あと最後は好感度アップ作戦で帰りたいなと思います。では、先に阪急行ってみようかね。阪急行きます。はい、それでは行ってきました。なんかですね、僕はですね多分行き慣れてないからかして、ものすごいこう見にくいんで、あんまり阪急は多分建物的に見にくいんですかね、あんま分からないんですけど、まあ、今から別に悪く言ってるつもりはないんですけど、今からはですね、ルクアイレに行きたいなと思います。はい、ということで、大阪駅まで戻ってきました。こういうですね、買うのが決まってて、あとは行くだけっていう時ってワクワクする感じで、まあ、自分も今その状況なんですけど、じゃあルクアイレに行きます。はい、それではですね、あれからルクアイレとグランフロント行ってきました。そしてですね、無事購入しました。で、これは多分昨日の動画で朝散歩でゴールデンウィーク企画で多分10個紹介するって言ってると思うんですけど、まあ、それの、アイテムっていう感じになります。満足のいく買い物ができました。で、今がですねもう4時ぐらいなんで、もう今日初ジムに備えてですね、急いで帰らんとダメなんですけど、まあ、その前に、手ぶらでは帰れないので、まあ、あると一気に笑顔になるんですけど、まあ、日々夫として妻を支えてるわけなんですけど、まあ、そういうところで今から、大丸行って、デザート買ってで帰りたいなと思います。
まあ今日はですね、前はプリン買ったので、今回はチョコレートでも買って帰りたいなと思うので、もう最後はその映像を見てもらって、まあ皆さんとお別れかなという感じになると思いますので、嫁のためにチョコレートを買いに行く旦那の映像を皆さんに見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。ではですね、いつも行ってる大丸の、デザート屋のところに行ったら、しれっと試食させられて、パッて食べたら7時間ミヤンと食べたら抹茶やって、うわこれ絶対嫁ぞ喜ぶわと思ってなんか買ったんですけど、4個で1000円ぐらいして結構エネ段するんですけど、まあ多分これがあれば今日は争いがなく卓道家は過ぎると思うので、でしかも明日があれなんですよ、また動画にすると思うんですけど、ジョンブルに撮影許可降りたんで買い物行くんで、またそれも動画出すんですけど、はいっていう感じで、明日は嫁ぞーとまた買い物行くので、まあこれをですね買っとけば、平和にまた買い物行けるので楽しみです。ではですね、あとは、家帰ってジムの方行きたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。